ああ、マジか。うわ、事故。ああ、っていうか保護ビニール剥がしてなかった。あ、本当。はい。同じ愛しなかった。断念しますね。首したいで終わった。どうだった？あ、この辺いい感じだった。フグだけでこんだけ盛り上がるって、ねえ、ケミさん、安いもんじゃない？どう？いやいや。この一つの食材のネタでこんだけ盛り上がるんだよ、これ。大切なこと。いい感じよ、いい感じよ。まだやな。ちゃんと、綺麗にやってよ、ひっついとる。嘘、ちょっと、ちゃんとしてよ。ちゃんとしとるって、ちゃんともう任務重大だよ。ここで、間違えたら、近隣の JR で降ろされるよ。嘘？マジで？うん。あ、しかし、どう。おぉー、こんだけ縮んだよ。五郎さん、変えたい。こっちに変えたい。いい計算。どうやさ。いや、もうこれ OK でしょ。ふぐ。徳ちゃん。ふぐ。いただきます。まず真ん中で割る？それともここで切る？いや、真ん中で割って、1、2、3でいいんじゃないです？だから、箸と箸は、もうケミさん任せるわ。2ヶ月ぐらい。年末まで。2ヶ月かい。あの時のふぐでなぁとか言って。あ、降ってきた。雨も降ってきた。あ、そうってこういう感じか。うまいわ。肉肉してますよ。これはね、すいません、味付けいらん。いらん？全然いらん。よし、徳ちゃん、これ食って食って食って。あ、フグ。もらっていいですか？そうっすね。一人に切れずつ。あ、真ん中。あ、うまい。真ん中。はい。あざっす。あ、うまい。フグ。うん、ちょうどだね。いぶされていい感じね。いただきます。うん。あ、練習ないのか？ないぞ。うん。ああ。ほんといい感じ。フグってうまいね。うん。すげえこれ。うまみがやばい。うん。うん。うめ。ちょっと輪島の朝市で買ってきて。
朝多分9時ぐらいでしょ。今から行ったら着くんじゃない？今からかい。うん。お隣さんね、多分ね、風呂行ったと思うよ。4人で出かけたから。立ったよ、徳さん。大丈夫。あ、おも。出るんすか？出た？冷えるね。
大平峠県民の森。本当だ。おーおお。ダートよ、えらい。行ける？行けるって行くしかないでしょ。うん。行けるって問い詰めといて、それ判断しなあかんで、俺が無理ったらいけんでしょ、これ。わだち、これ結構わだちだね、これ。うん、結構あるよ。これならいけると思うよ。多分。うん。ないんだけど。うん。あ、車で来た？ひょっとして。ちょっとアイスクリーム見てない。ちょっと、でもあそこに、うん、あそこに車がいる。出っ放し。ほっとん。ゴミもある。ゴミが来ないようにしとんだな。トイレは普通のトイレでボットン便所です。まあ、まあ別に全然、我々はね、どちらかというと全然平気で OK。本当だ。橋があった。ああ、こりゃすごいわ。出そうにないね。なんか緩いですかね。こんなん本当にあれだね。あの色穴だね。多少マシかなって。うん、雨はやんだら結構真っ白やね。ここがついてるって。霧が雨で本当に霧の中。お待たせ。はい。はい。
大きな通りこちらでーす。めっちゃうまぐらいまでずっとあるんですよ。